なかったらお風呂入って寝よう。ヨーグルトないのってある。何、ヨーグルト食べたらいいの。言いたいのに。もっと痛くなっちゃわない、大丈夫そう。ヨーグルトある。こんにちは。あ、ヨーグルトって胃に優しいの。ヨーグルト飲むと落ち着く。牛乳とかも嫌だ。あ、そうなんだ。牛乳ある。後で飲もう。ココアにして飲んでもいいかな。あったかいココア。チョコ手作り配信ですかって。バレンタイン、あー、そうだね。そうか、今日か、今日だよ。そうじゃん。もしメールにハッピーバレンタインって書こうと思ったのにすっかり忘れてた。忘れっぴー。もう私は明日のことでちょっと頭がいっぱいいっぱいでございまして、手作り配信ごめん、あの作んない。すまないが、ちょっとチョコは作んないよ。今日見て、いっぱいリップ買ったんだ、ほら。ででん、明日どれつけようかな。これはね、ケースだけなんです。いっぱいでしょ。そう、これとこれは、まあ、ケースで売ってて、どう何？これ何？鏡？あ、ん？何これ、使い方分かんないぞ。何これ？あ、これケース売りって言われて買ってるけど、あ、ん？え、何これ？え、何これ？ん？これがいらないってこと？あ、こういうことか。これなんで開くの？鏡？これは前回セリちゃんからタンプレでもらった色がすごい好きで、全く同じのを買ってきた。もうなくなったんだ。すごくない？一本のリップ使い切るってすごいね。今までずっとこれ使ってたの。セリちゃんからもらったたった一本のグロスだけで、ここ2年ぐらいはうち過ごしてきたから。すごくない？リップ一本で今まで乗り切るってなかなかないよね。薬用リップはいっぱい持ってるんだけど、色付き全然持ってないんだよね。これも買った、グロス。そう、これは単純にこれからも使いたくて、明日も衣装に合えばこれもいつもの使おうかなっていうのと、ちょっとドレスの時に合うかなと思って買ってみて、こっちは口紅買ってみた。これ使ってみよう。あ、いい色じゃん、いい感じ、いい匂い。いい匂いするな。これはね、ほとんど色ないんだよ。潤い足すぐらい。うわー、なんか空気が美味しい。すごい美味しい。
空気が。いい感じ。楽しみだな。ジルってよく知ってるね。そう、ジルシュチュアート。ついに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 明日は卒業公演でーす。ももちゃんの毎日アイドル終わっちゃうのって。終わっちゃうよ。ここでなんなら AKB のこのいる間でこの場所で配信するのは最後だね。今日が。明日は多分公演終わりに劇場で最後配信して終わりかなと思うので、こうしてお家で配信するのは今日が最後になります。ありがとう。2本タワー立ってる。ありがとう。もう大丈夫だよみんな。ありがとうね。もうすでに投げてくださった方はありがとう。もうタワーいいよ。ありがとうね。ありがとう。すごい。ずっと緊張してたんだけど今日明日でもちょっと今になって楽しみになってきました、明日の配信何時って、何時になるんだろうね。公演が終わるのが8時ぐらいなのかな。でそっからね、写真撮ったりとかいろいろなんだかんだあってからになるから、何時まで劇場に入れるのかどうかもちょっとわかんないしっていう感じ。10時までにはできるんじゃないかな。絶対9時とか10時ぐらいにはできるんじゃないかな。ほんといろいろ全て終わり次第って感じになります。卒業公演終わった後っていつもその卒業するメンバーずっと忙しそうにしてるから、多分いろいろ時間かかるのかなって、楽しみだな。壁紙を外すところを配信するって、いや壁紙外しは多分配信できないと思う。あの動画でいつもスタッフさんが撮ってくださってるので、本当にそういう全部終わってから配信します。楽屋でいつも多分みんながやってるところで最後配信します。いろいろな写真アップ願います。そうだね、ちょこちょこあのファンクラブの方に明日撮った写真を上げていこうかなと思うので、楽しみにしててください。ファンクラブ入ってくださってる皆さんは、メールは明日が最後、明後日、いやメールは多分明後日だよね。わかんないけど多分明後日が最後になると思います。一日中寝てて送らなかったらごめんね。なん、送
遅れるように努力をするわ。さてパッて起きたら、あ、ほら時間いつもと違うから気をつけてって。それ何、何時なの？虫、何もスタッフさんからそういう系聞いてない。何時まで大西は次の日遅れるんだろうか。もしお昼頃だったらごめん、絶対寝てるんだけど待って、え、13時とか絶対寝てるやん。ごめん、ちょっとじゃあ明日が最後ってワンチャン思っといて、起きれたらやるね。起きたとしても寝ぼけたごめん、寝ぼけたメールしか送れないかもしれないわ。ちょっと遅れたとしても絶対寝てるやん。昼なんか午前中、ちょっと絶対寝てるやん。絶対2時ぐらいに起きんだ、明日。明日じゃねえわ、明後日。早いな、マジかよ。マジ？うわ、11時59分。11時？無理や。すまん、大西は11時台に起きれるかどうかって言われたら、もう多分ね、起きれない。大西が休日に11時台に起きることはないな。マジかよ。夜まで行けるのかと、せめて夕方までちょっと許してくれよ。しかも卒業公演終わった次の日でしょ、絶対寝てるやんマジかよ。起きれたら送るわ。マジだ、来なかったらごめん夜書いてメール送信時間設定したらいいや。それができたら便利なんだけどな。ねえ、この時間に送ってくださいみたいなができたら便利なんだけどな。そう、それがねできないんだよな。それができたら便利なんだけどな。今までも期待せず待ってました。そしてそして、来なかったらマジで、あ、もーちゃんゆっくり寝てるんだなと思ってすいませんね。5時半の女はどこって、ねえ、ほんとそうだよ。今やれって言われたらできないもんね、5時半の女逆に来たら驚く。大西からじゃあ明後日メールが来たら、もうその次の日は雪降ると思っといて、こんなにあったかくなったのにうん、実際また寒くなるって。マジ？そうなの？今日めっちゃ暖かかったよね。また寒くなるの？あ、なんかそう、あー、これもしかしてタワちゃん、ありがとうタワ、もう投げなくていいよありがとうありがとう、もう大丈夫、ありがとう、本当にありがとう、もう本当に大丈夫、ありがとう、本当に大丈夫です、ありがとうマジマジマジ、リアルリアル、ありがとうありがとう。明日はあったかいんじゃなかったけど、本当？でも今日もあったかかったけど、くしゃみ止まんなかったよ外出た時。
ばいてみんな言ってたって。そうだよね、目かゆって最初なって歩いてて、シュンっていっぱいくしゃみ出てたけど、うん、早いね。まあでもそんなもんか。でも暖かくなるの早いよね。まだ2月の中旬なのに。うん、ね、でもまあ明日暖かいならまあ嬉しいや。夜中に雨降るのが面倒ねって。え、今日降るの？今日？明日降るの？雨降るの？明日かな？え、明日雨？明日の夜雨降るの？傘持ってかなきゃじゃん。めんどっちいな。おいし、傘って好きじゃないんだよな。あ、こんなこと言ったか。違う、傘は好きだよ。傘は好きなんだけど、持っていくのが大変なんだよな。夜中ならまあ大丈夫なのかな、風。明日は家族でご飯行ったりしないの？うん、したかったんだけど、そうしたかったんだけど、ちょっと奈良帰ってゆっくりできる時に行こうねってなったから、明日はご飯行ったりはしないな。うん、あまりね時間がちょっと。もう大西の家の中見れないのかって。そうだね、 AKB の大西の家はもうこれで見納めでございます。この背景も意外と長かったね。うん、最後に家の中もっと見せてほしいって。やだよ。やだよ。やだよ。ストーカーみたいな発言だよ今の。よくないよ。ダメですね。うん、面白いな。久しぶりに奈良でコニーさんと配信とかは。まあでも休業中は配信も何もしないからね。また復帰ってなったらこっち戻ってきてるだろうし、ちょっと遠い未来の話かもしれないな、やるってなっても。うん、で大西はその4月3日からあの活動を再開する予定なんだけど、でもその期間中はこう大西の今のツイッターのアカウントとかであの宣伝とかこういうのありますよっていうことがちょっとできなくなってしまうので、あのアリゲーターの私の事務所のアリゲーターのツイッターがあるんですけど、公式のちょっとそっちの方を今のうちにちょっとフォローしといてくださったら嬉しいなと思います。そっちで、そっちのアカウントで
イベントの情報だったりとかいろいろ今後出ていくと思いますので、そうですね、ぜひぜひ今のうちにフォローよろしくお願いいたします。私の情報、休業中の私の情報は全部公式のアリゲーターのアカウントから発信されるので、西がこういうイベントありますとかいうのは4月3日以降になってしまうので、うん、もしかしたらイベントがすごくギリギリとかになっちゃうかもしれないから、ぜひぜひアリゲーターの公式のアカウントの方をフォローよろしくお願いいたします。ぐらいかな。4月3日までの生きるモチベをください。ファンクラブに入っていただけたら、あのマネージャーさんが随時更新をしてくれるみたいなので、よかったらぜひぜひ。明日の公演とファンクラブだけで配信されるの、うん、うん、明日の劇場公演、卒業公演のことだよね。卒業公演は、DMMオンデマンドで配信されるので、ファンクラブはむしろ全く関係ないですね。ぜひぜひ。1曲目は何ですかって、今それ聞いて楽しい今それ知ったら楽しくなくない？オーバーチュアです。そうだ、1曲目はオーバーチュアだねネタバレだ、ネタバレ。ピンポンコップじゃなくてバケツに変えといてくださいって、やだよダメだよ。10人しか取れないんだもんね。頑張ってピンポン頑張る方、ピンポン頑張る方、頑張ってとか、ピンポン挑戦中する方は頑張ってね。ピンポンって先着って、あ、そうなんじゃない、並んだもの順じゃない、わかんないけど、うちもなんかその辺のルールを全然詳しくなくて、先着で埋まったメンバーから終わるらしいです。頑張れ。ねえ。楽しみだね。でも多分ゆっくり話せるのは今日が最後になるので、って言ってもちょっと西もこの後明日の練習をして、お家の片付けして洗濯してからお風呂入って寝たいっていう、ちょっといろいろやることがあるので、そんなに長くはできないんですけど、あと15分ぐらいだけしようかな。
思い出でも語る？ショールームの思い出とか、でもそんなあれか、思い出、思い出って今までの思い出。でもそうだね、私は2014年の4月3日に AKB48 に加入し ねえ、埼玉スーパーアリーナだったんですよね、チームエイトのお披露目は。47人で1本のマイクを使ってみんなで一人ずつ自己紹介して、こうなんか今までの思い出をさ、こう自分の中で振り返るってなった時に、いくつか本当にこう鮮明に覚えてる光景があって、それの中の一つですね。10年前だけど忘れられない本当に光景、お披露目の時広いってなった大西はその人生でコンサート会場に行ったことがなくて、誰かのコンサートを見に行ったことがなくて、それは今も現在進行形でないんですけど、だから初めてのその大きいコンサート会場、大きいというか大きいも小さいも今までなくて、緊張はって、だから逆に緊張しなかったんだよね。なんだこれみたいな、なんかすごい広い、みんなちっちゃいみたいな、大西もちっぽけだみたいな、わかるこの感じこんな広い中の一人、こんな広い会場のこの身長、わあちっぽけだな自分みたいな、わかる、なんだろう、だから緊張とかじゃなかった、わあっていうマジで何も知らないからこそ何も怖いものがなくて、うん、っていう感じでした、うん、そうね、だからそういう芸能人の人とかも AKB 入るまで会ったことないから、でその感じを初めてステージに立ったりとか裏で見て初めてっていう感じだったから、別に何だろう、なんて言うんだろうな、あみんな人間だってなんかなった記憶がある、あみんな同じ人間なんだみたいな、大島優子さんとかもいらっしゃって、あ優子さんやみたいな、最初はそれだけで泣いちゃったりしてたんだけど、でもあいるんだみたいな、存在するんだ、やっぱ人間なんだ、みんな一緒の人間なんだみたいな感覚から始まったね。うん、ずっとテレビの中の世界の人だったから、意外とみんな人間だって思った。うん、そうね、最初のお披露目の時はそんな感じで、であれだね、47人連続の握手会、
チームメイト47人ファンの方の47人握手みたいな、すごい反応があった。何を喋ればいいんだとか、誰が誰だか分かんねえよみたいなそんなのあったのって。そうだよ、初期の時は47人ずわーって一列に並んで、もうファンの方一人でこう一人ずつ47人分こうやって握手してるけど、今考えたらやばいよな。でもチームメイト最初そうだったんですよ。そう、おもろいよね今考えると。それでも47人並んでたらこう誰が誰か分かんないじゃん、ファンの方も。だからなるべく大西は握手の時にうっってして、こうファンの方に握ってうっって握りしめて、でこうチーム8とかでエゴさして、握力強い子いたみたいなっていうつぶやきに、よしってなんかなってたよし多分大西や、よしって。そう、そう何人かいたんだよ、3人ぐらい。そうっていうのもなんか懐かしい。でそっからね、チームメイトはいろんな地方に行ってイベントをやって、大西は初めてのイベントは広島県でやったけど、みんなキャッチフレーズとかも作りたてだったから、で人前に自分たちだけで立ってパフォーマンスをするっていうのもなかったから、キャッチフレーズをするだけでももう精一杯みたいな。でキャッチフレーズ言えない子がいたりするとして、めっちゃ牧野さんに怒られるっていうそう、あの偉いおじさんね、何してんの、ダメだよそう、そんなぬるいんじゃダメだよ。そうです、牧野さんそうね、っていうので、それもいい思い出です、今思ったら。ドキュメンタリーで見たって、お、多分映ってたよねドキュメンタリーで。恥ずかしがるなってことか、いや普通にプロとしてっていう。もにしたちなんだろうね、最初の頃学生の集まりみたいな感じだったから、メンバーが若かったからみんな、で先輩ともそんなに絡んだりしてなかったっていうか、まだそのイベント、初めてイベントやった時とかもうほぼ絡みがなくて、見本がなかったから、だからどんな感じでやればいいのかとか分かんなくて、それをたくさん牧野さんは注意してくれて、本当にたくさん怒ってくれた。うん、そう、今ちょっと思い出したら泣きそうになってきた。なんかすっごい嬉しい思い出があって、自分の中でその時の光景もすごい覚えてるんですけど、なんか握手会の会場かなんかかな、で8のメンバーがをどこかにこうするなんかどこかに行かなきゃいけないみたいな感じで、誰かスタッフさん誘導してみたいな
感じだったけど、正直その頃は、まあ、ファンの方からもチームメイトって最初の頃はあまりよく思われてないくて、わかんないけど多分スタッフさん内でももしかしたらそういうのがあったかもしれない、わかんないけど、でもなんかその時にずっとついてチームメイトについてくれてた牧野さんっていう方と、もう二方スタッフさんがいらっしゃるんだけど、偉いおじさんパート2パート3さんが私たちのことを引き連れて、なんかそうなんかチームメートが見返してやるんだからみたいなことをプースコ怒りながらなんか言っててなんかそれが私はすごく嬉しくて、本当に初期の頃からずっとついてくれてた方なので、なんか正直さ、別にその8が発足した理由とかさ、その前のことは大西たちは何もわからないけど、ただなんかその時に8をちょっとでもなんか信じてくれてるというか、わかんないけどなんかそう思ってくれてるのがすごく嬉しくて、だからね、チームメートでね、こうやってたくさんみんなが成長できて改めて嬉しいなって思います。でね、そっから全国ツアーも始まって、あ、もう15分経った、終わる15分に終わろうと思ってたけど、いいか、11時に終われるようにします、必ず、うん、必ず。そう、そっからね、全国ツアーが始まって、で、忘れられない光景、さっきのあの牧野さんの話も、牧野さんの話っていうか牧野さんがその言ってくれた光景も大西は鮮明に覚えてて、忘れられない景色パート3、全国ツアー初日の幕が開けた瞬間はマジで一生忘れない、本当に幸せな瞬間だった。自分たちだけでツアーできるっていうのもめちゃめちゃ恵まれていたことだし、だけど自分たちのために遠征をしてペンライトを持って来てくれる人がいるのかっていう、まだ AKB に入って1年も経ってない間にツアーが始まったので不安だったのに、パッて開けた瞬間、本当にすごいたくさんの方がいて、ペンライトで客席が埋め尽くされてて、大西は一番最初が長崎なんだったっけね、大西は2番目ぐらいのツアーが初めてで、それが石川県だったんですけど、そうですね、すごくすごく幸せだった記憶があります、ね、で全国ツアーもたくさん回って、石川最初じゃなかった、あ、山梨だ、山梨が1番目で2番目が石川だ、そうだそうだ、長崎3番目だ、
そう、石川が一番最初じゃないんだよね、多分。大西たちより先にやってたメンバーいたよね。2番目だったような気がする。そうだよね。うん。でね、いろいろありましたよね。そっからメンバーの卒業とかもあったし、卒業とかもある中での埼玉スーパーアリーナで周年コンサートができたり、チームメイトだけで昼夜、本当にすごいこと。うん、あの頃はすごくエイト忙しかったけど、でもチームだけで、しかもね、最初はあんまりファンの方に受け入れられてなかったチームだったけど、それでも埼玉スーパーアリーナ、自分たちがお披露目したところにこう自分たちだけで帰ってくるっていうことができたのが本当にすごいなって思うしね、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にただただ青春でしたね。うん、ね、そこからもう本当にずっと忙しくて、でチームメートの卒業生もすごく増えて、で私は次はジタバタっていうチームメートの楽曲をきっかけに上京したんですけどそれまではずっと奈良から通いで活動してたけど、そうジタバタっていう楽曲を木本先生に書いてもらって、その歌詞を見てそう行かなきゃってなって上京をして、でそこから事務所に入ってそしてお仕事、外のお外のお仕事もたくさんして、選抜に入れて、ここからはもう最近のあれになりますね。この間ミーヨンさんとラジオやった時に、ももちゃんっていつから選抜入ってたっけみたいな話になって、初めての選抜はあのシュートサインっていう楽曲なんですけど、そう小路春さんの卒業曲でも、そこから入ったのはネモハモルーマーですよって話したら、ミーヨンさんめっちゃ驚いてて、えみたいな、もっと前からいると思ってたみたいな言ってくれて、誰だったかな、他にも何人かなんかそういう会話をしたような気がしておるし、割と最近なんかももちゃんもっとずっといると思ってたみたいなと言ってくれるメンバーがちらほらいて、なんかね、今まではこう選抜なんてほど遠い夢だったけど、こうやってなんかいるのが当たり前ぐらいになんか思ってくれてる人たちだったり、メンバー、身近なメンバーとかがいて、選抜は当たり前に入れるものでは全くないので、でもなんかそこまでなんか安定じゃないけど、そういうあれを印象を持たせられてたんだなっていうのはすごく嬉しかったです、
むーちゃんがツイッターの固定ツイート変えてない理由とかありますか。それはなんだっけ、最近のインタビューで書いたんだよな、おいしい。あれにあれかな、写真集のテストシュートの方のやつかも。1万文字かなんかインタビューして多分そこに書いたんだよな。そうなんかそう、それをなんか聞かれて、大西もなんかツイッターの一番上になんか固定ツイートみたいなできるじゃないですか。あれ大西もう 4,5 年ぐらい変えてなくてそう、それなんか理由あるんですかってその時もインタビューで聞かれたんだけど、なんか総選挙なくなったじゃないですか。そう、大西はその選抜総選挙っていうイベントがまだあった時は、選抜総選挙が AKB 人生での生きがいだったんですね。もうそれで上に行くっていうチーム、その時の目標を言えばチーム8の中で一番になる、一番の順位をもらうっていうのを私はずっと目標に頑張ってきていて、で全体で言えば20位になりたいですっていう風に目標で、目標のランん？あれは言ってたんですけど、順位は。ただなくなってしまって、選抜総選挙が、で生きがいだったのでそこから何をどう頑張れか、頑張ればいいか分からなくなっちゃって、自分の中でのモチベーションを保つのがすごく難しくなっちゃって、だから本当に悔いで言うと、卒業前に松総選挙したかったなっていうのは、まあ一つの中、そうですね、悔いの中には一個あるんだよねっていうぐらい、私は割と本当に、いや皆様に頼りきりのイベントにはなってしまうんだけど、ただ AKB といえばなんか選抜総選挙っていう、やっぱ加入してこうやって順位をつけられるグループにいる限り、私も上の順位を目指したいっていうのはめちゃめちゃあったので、まあ今でもそれは変わらないんですけどっていうぐらい、まあすごく私にとってはすごい好きなイベントで、でそのモチベーションがなくなってた時に、自分の中でなんか総選挙っていうイベントがなくなってもその時の意思は変わらないぞっていうので、あの固定ツイートのやつはずっと変えずにいました。うん、そうですね、やばい、もうあと4分、あと3分ですね、私いろいろお話ししたいところですが、忘れてるだけだと思ってたって、そうなの？でも不思議がられてた、大西もそのインタビューの時、これなんでなんですかみたいな。まあそうだよね、まあでも自分の中でなんか忘れないためにもっていうのもあったので、一つの謎は解けましたか。変え方わかんないのかと思ったって、ねえそんなこと思ってたの多分明日になったら変えようかなって思うので、あの固定ツイートも変えるのか、ただ固定じゃなくするのか、まだ決めてはないんですけど、あの固定ツイートじゃなくなると思うので、明日終わってから、だからぜひ
そんな意味あったんだって思った方はスクショでもよかったらしといてください。うん、ということで、ではでは、ちょっとね、名残惜しいんですが、ちょっと明日のこともあるのでこの辺で終わりにしておこうと思います。ありがとうございました。ということで、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位今日、明日精一杯楽しもうね、ずっと桃色さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がケージアットマーク、長い間たくさんの癒しをありがとうさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がのじさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がよっちゃんどゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がゴンちゃん、明日は最高の一日になるよう願ってました、ありがとうございます。イエイ。そして、6位がササジーアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がヒカル 400X、 公演も配信もリアタイできないけど応援してるさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がカンタムアットマーク牛丼ラブ、あってる、牛丼ラブさん、ありがとうございます。イエイ。そして、10位が黒芝のりこ店さん、ありがとうございます。イエイ。そして、11位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がリッピッピーさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がマークアコードアットマーク大田郡大西大地空挺団、ありがとうももちゃんさん、ありがとうございます。イエイ。ありがとうございました。そしてこれ何位までの方がタワークなさったんだろう、ありがとうね。結局いっぱいになっちゃった、申し訳ない。先に言っとくけど明日も大丈夫だからね、好きに投げさせてよって思うかもしれないけど大丈夫だからね、ありがとうね。何位までのことだろう、わかる人いる？いたりする？記録が遡れないよって、ありがとうね、遡ってくれてる。あ、8位までの方ありがとう。8位までの方、じゃあ8位までの方を呼んでいきます。調べてくれたみんなありがとう。あれ、私はタワー投げてませんって方もいる、ありがとう。自己申告ありがとう。1位と2位と8位と13位と16位16位、これまたランキング変わったりするのかな、そういうことでもなく、え、覚えらんない、どうしよう。タワー投げても16位にいるの、えらいこっちゃ。16位、あーね、私たち本当ありがとうね、ありがとう、本当にありがとうなんだけど、本当にありがとうなんだけどさあ本当にさあ、ありがとうね、ありがとうなんだけどだよ、本当にありがとう、ありがとうね。頭投げないでと言うから違うの投げたんで、ありがとう、それも優しい、ありがとうね。これ難しいよね、言い回しが。課金しなくていいよって言えばいい本当にタワー大丈夫って言っても、だってタワーだけじゃないもんね、課金が。ヒカキンになってください皆さんヒカキンになってください、ヒカキンさんになってくださいね、今日明日ありがとう。ではでは、どうしよう、じゃあ16位までの方をトントコトントコじゃあ読んでいこうかな、今日短縮バージョンで今日は行きたいと思います。じゃあ1位のまずはキョイさん、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 ありがとうございます。イエイ。そして2位のケイジさん、ケイジさん、
刑事さん、刑事さん、ありがとうございます。イエイ。富士山がのじさん、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 ありがとうございます。イエイ。そして4位がよっちゃんのゆうさん、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 ありがとうございます。イエイ。そして5位がゴンちゃん、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 ありがとうございます。イエイ。そして6位がささじ、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 ありがとうございます。イエイ。そして7位があっくん、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 ありがとうございます。イエイ。そして、8位がヒカル 400X さん、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 ありがとうございます。イエイ。そして9位のカンタムさん、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 ありがとうございます。イエイ。そして10位のマー君、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 ありがとうございます。イエイ。そして11位の黒島のりこ店さん、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 ありがとうございます。イエイ。そして10位の、間違えた。12位の KITT さん、KITT 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 さん、あ、たわりじゃん。癖で。ありがとうございます。ありがとう。そして13位のリピピさん、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 ありがとうございます。イエイ。そして14位の大西カッキーさん、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 ありがとうございます。イエイ。そして15位のまゆうかちゃん、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 ありがとうございます。イエイ。そしてラストかな、16位のしんどアットマーク、お、あ、明日の公演オンデマンド見るよさん、しんどさん、しんどさん、しんどさん、ありがとうございます。イエイ。ありがとう。皆さん本当にありがとうございました。ということでですね、ではでは、お家からの配信は最後になります。次は一旦は卒業公演だね次明日精一杯感謝を伝えれるように、緊張は多分してると思うんですけど、精一杯感謝を伝えれるようにな公演にできるように頑張りたいと思います。でははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃香でした。今日も見てくださった皆さん本当にありがとうございました。うわー、もうこのやつ言うのも明日で最後なんだ。バイバイ。すごい、終わっちゃうんだ。ありがとうございました。また、明日。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。